スノーキーの FX 非格好楽ボログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。リアル口座、リアルマネーでですね、ルーピー普段、そしてトラッキングトレードでの運用を開始しました。そしてその前にはね、デモ口座でも、しばらくやっていました。で、その間ですね、まあいろいろ私が、思うこと、思ったことですね、それをちょっとまとめていきたいと思います。まとめるというのは、例えばそれを週末恒例来週の戦略の中でちょっとお話したりとか、ループ普段の動画の中でちょっとお話したとかっていうことを、ちょっとこれ一本の動画に、まあ、まとめて、そしてまたね、これシリーズでやっていきたいと思います。はい。なので、まあちょっと過去に聞いたな、また話してること、同じこと話してるなっていう内容があるかもしれませんので、まあちょっとご了承ください。で、動画の最後にまた告知入れさせてください。ということでですね、まずね、トラッキングトレード初めて、3日ぐらいなんですけども、これぞリピート系 FX だというね、売買履歴というかね、はい、それが出ました。これが、11月30に稼働させて、12月2日までとか3日間ですね、その間にですね、ニュージーランドドル円なんですけども、80.717 円買い、80.900 円売りっていうね、これがもう6回も出たんですよね。はい。まあ、これがですね、ずっとチャートを見ていなくっても、レンジ相場で利益が狙えるっていうところなんですけども、で、まあ、冷やしチャートだけを見るとですね、次なんですけども、まあ、ただ単に上昇しているだけに見えるんですよ。ただ、これ1時間足のチャートで切り替えてみますと、こんな感じなんですよね。ちょっとこれ青線にしましたけども、下が、勝ったところの、はい、ラインです、大体の。で、上が決済のところのライン。6回ということなんで、つまり、ここで勝って、ここ、チリつけてませんけども、ここで打ったと。で、またここで勝って、この辺りで打った。で、しばらくはちょっと、続いてた、上に行ってたんですけども、下に落ちてきたところでまた勝って、打ったということを、こう、続けてるんですよね。はい。まあ、こういう形になればベストなんですけども、じゃあ、それをどうやってね、狙うのかって、まあ、はっきり言って狙ってやるっていうのはなかなか難しいんですけども、ちょっと一回話変わりますね。はい、まあ、過去にですね、私セミナーとか、あるいはまあ動画の中でもお話したんですけども、クロス円の分析方法、クロス円っていうのは、米ドル円以外の、ユーロ円とか、A ポンド円、まあ、ゴールド円、ニュージーランド円、なんとか円っていうやつですね。はい、算出方法はですね、米ドル円とユーロドルをかけるとユーロ円、そうですね、米ドル円とユーロドルをかけるとユーロ円の数字が出ますと。ね、A ポンド円は、米ドル円かける A ポンドドルで出ていますよということなんですよ。はい。つまりですね、はい、値動きで考えると、米ドル円とユーロドルが両方上昇すると、ユーロ円はドカーンと上がるということなんですよ。これとこれが欠けているので。で、まあ、例えばですね、まあ、ここ最近、トランプ相場以降がそうだったんですけども、米ドル円とユーロドルはまあ逆方向に動いていましたよね。ただ、まあ、円売り圧力の方が強かったので、ユーロ円というのは上がっています。はい。まあ、要は、こんな感じで、逆の動きをしてくれるといいんですよ。ね。はい。これはユーロでお話しましたけども、例えばこれが5ドル、米ドルが下に行っていて、はい。で、ここが5ドル円になるっていう感じです。はい。でですね、まあ、ということは、クロス円がいいかなと思うんですよ。はい。なぜかというと、まあ、例えばユーロドルなんかも最近見ると、一本上昇にドカンと下がりましたよね。はい。そして、米ドル円の方もですね、結局これ対米ドル。はい。米ドルと円の組み合わせなんで、米ドルが買われているんで、これもドカンと上がっていったんですよ。で、ドカンと上がっていっちゃうと、まあ、リピート系 FX 的に美味しくないんですよね。というのも、取引数量を少なくしてするのが普通なんで、線通貨とか。で、ただ単にもうドカンと上がるんであれば、ね、リピートじゃなくって、普通に買い注文出して、打った方が得だっていう場合も出てくるんですよね。で、揉み合ってくれる方がいいんですけども、ただ、はい、例えば、ユーロ円、A ポンド円で考えるとですね、ユーロとか A ポンドっていうのは、やっぱ日々の値動きが大きいんですよ。なぜかというと、主要通貨ペアだから。はい。あと、まあ、さっきも言いましたけども、大きなトレンドが出た時が怖い。例えば、ユーロが大きく売られる、A ポンドが大きく売られるってなった時に、買いのね、戦略、売買システムを動かしていると、含み損がものすごく出てしまう。あるいはポジションをたくさん持ってしまう。あと、元々の必要証拠金も高額ですよね。米ドル円と比較しても高額。ということは、まあ、
比較的値動きの小さいやっぱ5ドル円とかニュージーランド円が狙い目なのかなと。で、私実際ですね、ループイフダンの方では5ドル円、そしてトラッキングトレードの方ではニュージーランド円で今やっています。はい。まあそれなんで両方ループイフダンじゃないんだっていうことなんですけども、ループイフダンにはまだニュージーランド円ないんですよね。で、トラッキングトレードはトラッキングトレードで、値幅の設定自分できるんで、これはこれでやりやすいんですよ。そして、まあ人気、皆さんがよくやられてる米ドル円っていうのは私は個人的に3番手かなと思います。ただまあスプレッドで考えると、まあ魅力は確かにあるんですけどね。ただ最近のちょっと値動きを見ていると、まあ怖いなと。はい。で、まあその、私の1番手、2番手の5ドル円、ニュージーランドドル円を狙う理由なんですけども、まあ先ほどもね、言いましたけども、比較的レンジ内で動くことが多い。ね、リピート系 FX というのはレンジが得意だということでね。はい。で、次ですね、まあこの動画投稿時点なんですけども、買いのスワップポイントが高額です。はい。まあ今は上昇トレンドだからいいんですけども、これがもしちょっと下がってしまってですね、先通貨運用であっても、ポジションを10個持った。ね。で、1万通貨になったと。そういった時に、買いのスワップポイントがもらえるんで、中長期で考えていくとメリットがある。これ逆に言うと、売りにしてしまうと、はい、スワップポイントが負担になってくるっていうことですよね。あと、まあ、先ほど、ユーロと A ポンドでもお話しましたけども、証拠金が少なくて済む。はい。まあ、証拠金少ない方がいいですよね。やっぱり必要資金が。で、5ドル円とか、ニュージーランドル円っていうのは、まあ、今、80円台です。一方の米ドル円は110数円なので、もう、証拠金もかなり変わってくるんですよ。はい。ね。ただ、まあ、今回、これあくまで動画投稿時点で私がやってる、実際にリアル取引やっていてのお話なんですけども、ま、もし万が一、これから先ですよ。相場の中心がオセアニア通貨になると怖いですよ。なんか、オーストラリアで何か大きな出来事が起こったとかね。はい。ニュージーランドで何か大きな出来事が起こったってなると、ここが相場の中心になって、値動きが大きくなる可能性もあるので、私が FX を始めてそういったことはないですけども、まあ、ユーロがね、相場の中心になった時もありますし、A ポンドが EU 離脱ショックで、ね、大きく動いたりとかもありますんで、その可能性としてなきにしもあらず、なんでそこでご注意ください。この後は告知です。はい。で、FX、まずね、トラッキングトレードの方ですね。はい、FX ブロードネットさんとのタイアップキャンペーンをやってまして、スノーキーのブログで。新規口座開設と、3万円以上入金、取引せずに、はい、こちらの特典が、もらえます。はい、ブロードライトコースの方は、先通貨の方ですね。先通貨取引。で、次ですね、ループイフダンの方です。こちら先日より内容変わりまして、こちらも新規口座開設と、10万円以上の入金で、取引する前にですね、クオカード2000円分、もしくは2000円分と、あと、その2として、私が書き下ろしました、スノーキーオリジナルレポートが、もらえます。はい。なのでね、まぁ、ちょっと取引する前にレポート読んでもらうとか、あるいはこのクオカードで、何か書籍を購入して、どうしようかということを考えてもらうということができるということです。はい。で、この動画の解説欄に、その2つですね。タイアップキャンペーンの詳細が分かる URL と、先ほど言いましたタイアップのバナーが貼っているブログ記事の URL 貼っておきます。そちらからオンラインで、講座解説の申し込みができるようになっております。はい、ということでですね、またこの、リピート系 FX 攻略シリーズね、いろいろと、やっていきたいと思います。それ以外にも週末には週末恒例来週の戦略などもお送りしております。そして私のブログはこちら2つあります。ブログの方もね、最近頑張って、更新していますので、よければスマートフォン、タブレット、パソコンなどのブックマークお気に入りに追加をお願いいたします。ということで、長くなりましたけども、最後までご覧いただきありがとうございました。